最初の生命を誕生させたメカニズムとして、水中の分子の組織的な熱運動を観察しました。生命体は、分子間結合によって組織され、それが更新を繰り返します。分子の組織的な運動の繰り返しは、連鎖反応を支援する分子の装置を改善することができます。この動画では、最初の生命を誕生させた仕掛けとして、水のクラスターの熱運動を示します。 最後のの生命反応の実験です。炭酸水に鉄の微鉄粉を混ぜて数時間経つと炭酸ガスの気泡が発生します。鉄イオンの酸化により二酸化炭素に由来した自由炭素原子が生成されてそれが分子間結合の組織を作ります。多数の分子の組織では一部の欠陥が頻繁に発生しますが部品の更新を頻繁に繰り返すことにより修復ができます。それが代謝の起源です。 ズームアップして撮影し、コマ送りで再生すると繰り返される熱運動が見えます。水の分子は、四面体単位で、交差する3方向に空論力を介して配置され、その面に垂直に螺旋構造を構築します。そこで、糸状の分子列と螺旋状の分子列が同時進行で別々に配列できます。 水面付近では太陽からの光や大気中の高いエネルギーを持つ分子の衝突により化学反応ができます炭酸水の中の鉄の原子が酸化するという高化学反応により気泡のマフや浮遊物の分子間結合が丈夫になります鉄粉を混ぜた炭酸水の氷の周辺の水の熱運動ですこの動画はデジタルカメラの最高倍率で撮影し時間を4倍に引き伸ばして再生しています 黄色は生成された酸化鉄によります。透明な物質は氷です。水のクラスターは炭酸水の氷と連動することと、時には独自の運動を行うことで認識されます。水のクラスターは螺旋構造を構築できます。螺旋構造を保つ条件で、水の分子の四面体が回転する熱運動では拡大と縮小が伴います。 ブドウ糖を混ぜた炭酸水の氷の解凍をペンタックスオプティオ W90 の最高倍率で撮影して、時間を8倍に伸ばして再生しています。ブドウ糖を含むことによって気泡の膜が難境になり、その気泡は壊れることなく変形をして移動できます。終わりに、鉄粉を混合した炭酸水の水面を生命誕生の仕掛けの候補として提案しました。 その仮説がデジカメの高い倍率で撮影して、コマ送りの再生により観察して指示されました。ご清聴ありがとうございました。